て、地域プロモーションのためにあの区のクリエイターの方が作成した映像となります。そうなんですね。そうなんです。区のクリエイターの、あ、さっきの学生さんが作ったっていう映像はこの後だ。あ、じゃあオープニング映像的なノリがあったということですよね。いや、なんかあのコミカルかつ、はい、なんだろう、ポップかつ、なんだろうな、格好面白いみたいなね、かっこいいみたいな。なんか人が出てきましたけど、謎のお兄様がね、なんかちょっとはしゃいでらっしゃいましたけどもね。どこかにいらっしゃるんでしょうかね。なんかでもあの地域のね、あの景色とか文化的な要素とかが詰まってて、この大きさならではっていう。本当ですよね。見てるあれちびっこちゃんたちも跳ねながら見てもらってとか、なかなかね、こんな大きなことで見たことないもんね。いや、感動いたしました。ありがとうございます。はい、葛飾の魅力ということでですね、この後に放映する映像のご説明をちょっとまずここから、はい、何を見せていただけるかということですよね。言ってもいいですか。あの先ほど冒頭で見ていただいた映像はですね、はい、今日から始まるイルミネーション点灯開始ね、イルミネーションの点灯が開始しますよということをイメージして制作された映像でございます。今見ていただいたのがそれということですね、はい、そして次にいよいよ、はい、東京理科大が誇る、はい、学生クリエイターの皆さんの作品がここに照らされますということでございます。そして学生クリエイターの作品と、そしてプロの作品を融合させた作品だそうですよ、ね、それはこれから見ていただきます皆さん、ね、寒いんですが、すぐねこちら行きたいと思いますので、長らくお待たせいたしました。それでは皆さん準備はいいですか。それでは行きましょう、はい、学生さんとプロの皆さんが、撤収して手をつなげて作った映像です。行きましょう、せーの、スタート。
い、というわけでございました。今あれだね、前半に映った方が学生さん、そして後半がプロフェッショナルの方だということで、いやすごいね、すごかったですね。なんか色合いも綺麗ですし、そうなんですよ、ね、この建物の形ならではというか、そうね、はい、それをうまくこうね、うまく利用したところもすごいなと思って感動いたしました。ありがとうございました。さあ、というわけで、はい、今のでですね、1回目の投影が終了いたしました。はい、あっという間の15分間でした。はい、そして、実はですね、2回目の投影に移る前に、はい、素敵な夜を演出してくれているプレゼントをご用意しております。はい、まずはこの方をご紹介したいと思います。はい、来てくれて